森貝鶏石田小助が少佐参謀になって小倉に着任したのは6月24日であった徳山と文字との間を交通している蒸気船から上がったのが午前3時である。 地方の軍隊は送迎がなかなか手厚いことを知っていたから石田はその頃の通常霊装というのをして勲章を帯びていた古参の大尉参謀が同僚を代表して桟橋まで来ていた雨がどっとと降っているこれから小倉までは汽車で1時間はかからないカワという家で飯を炊かせて食う 夜が明けてから大尉は走り回って切符の世話やら荷物の世話やらしてくれる汽車の窓からは崖の上にぴっしり立て並べてある小家が見えるどの家も戸を開け離して女や子供がほとんど裸でいる中にはちょうど朝飯を食っている家もある 中市のような仕事をする労働者の家だと士官が話して聞かせた田んぼの中に出る稲の植え付けはもう済んでいる折々美濃を着て田子を担いであぜ道を歩いている農夫が見えるだんだん小倉が近くなってくる最初に見える人家は朝日町の遊郭である どの家にも二階の欄干に赤い布団がかけてあるこんな日に干すのでもあるまい毎日降るのだからこうして晒すのであろうガラガラと音がして記者が紫川の鉄道橋を渡るとまもなく小倉の停車場に着く参謀長をはじめ大勢の出迎え人がある一堂にそこそこに挨拶をして 室町の辰という宿屋に入ったタイから来ている重卒に手伝ってもらって石田は早速清掃に替えて司令部へ出たその頃は申告の仕方なんぞは決まっていなかったが角をあって上官にエスする時というので着任の挨拶は清掃ですることになっていた翌日も雨が降っている。 梶町ににがあるというのを見に行く。「砂地であるのに道不審に石炭くずを使うので薄墨色の水が町を流れている」「石炭は町の南側になっている生垣で囲んだ相応な屋敷である」「庭には石炭くずをしかないのできれいな砂が降るだけの雨を皆吸い込んで濡れたとも見えずにいる」 真ん中に大きな柿の方によって凶竹刀が五六本立っている車から降りるのを見ていたと見えて家主が出てきて案内をする渋紙色の顔をしたしなびたじいさんである石田は防水布の雨覆いを脱いで門口を入って 脱いだ雨覆いを裏返して巻いて縁花に置こうとするとじいさんが手に取った石田は縁を濡らさない用心かと思いながらじいさんの顔を見たじいさんは言い訳のようにこの辺は往来から見えるところに物を置くのは危険だということを話した石田がチョを脱ぐとじいさんはチョも一緒に持って先に立った 石田はじいさんに案内せられて家を見たこの土地の家は大小の違いがあるばかりでどの家もみんな同じ平面図によって建てたようにできている角口を入って左側が外壁で家は右の方へ長方形に伸びているその長方形が表側と裏側とに分かれていて裏側が勝手になっているのである 東京から来た石田の目にはまず柱がベンガラか何かで代謝のような色に塗ってあるのが異様に感じられたしかし不快だとも思わないただこの家なんぞは建ててからあまり年数を経たものではないらしいのになんとなく古い時代のある家のように思われるそれでこんな家に住んでいたら気が落ち着くだろうというような心持ちがした 表側は玄関から次の間を経て右に突き当たる西の爪が一番いい座敷で床の間がついているじいさんはちょっとごめんなさいと言って買って行ったが街灯と靴とを置いて座布団とタバコ盆とを持って出てきたそして猿すべりの植わっている庭の方の雨戸がまばらにしまっているのをガラガラと繰り上げた庭は内から見れば割合に広い じいさん生垣を指さして「この辺は要塞が近いので石塀やレンガ塀を築くことはやかましいが表だけは立派にしたいと思って問い合わせてみたら低い平は築いても良いそうだからそのうち都合してどうかしようと思っている」と話した表通りは中くらいの横丁で向かいの平屋の低い窓が生垣の隙間から見える。 窓には竹すだれがかけてある。その中で糸を引いている音がブーンブーンと眠たそうに聞こえている石田は座布団を敷居の上に敷いて柱に寄りかかって膝を立ててポケットから金天狗を出して一本吸い付けたじいさんは縁端にしゃがんで何か言っていたがいつか家の話が家賃の話になり 家賃の話が身の上話になったこの薄いというじいさんは夫婦で西隣に住んでいる遅くできた息子が豊津の中学に入れてあるこの家を人に貸して暮らしを立ててせがれの学習を出さねばならないということであるそれから裏側の方の間取りを見たこちらは西の爪が小さい間になっている その次がやや広い。この二間が表側の床の間のある座敷の裏になっている表側の次の間と玄関との裏が半ば土間になっている台所である井戸は土間の隅に掘ってある縁側に出てみれば裏庭は表庭の三倍くらいの広さであるところどころにみかんの木があって 小さい実がたくさんなっている円に近いところには瓦で築いた花壇があって菊が作ってあるそのそばに丸石をたたんだ井戸があってどの石の隙間からも赤いカニがのぞいている花壇の向こうは畑になっていてその西の隅に別荘小屋のついた馬屋がある花壇の上にも畑の上にもみかんの木の周りにも ミツバチがたくさん飛んでいるので、石田は大層ミツバチの多いところだと思って、じいさんに通ってみた。これは爺さんが買っているので、巣は東側の外壁に吊り下げてあるのであった。石田はこれだけ見て、一旦爺さんに別れて帰ったが、家はかなり気に入ったので、宿屋のおかみさんに頼んで細かいことを取り決めてもらって、二、三日経って引っ越した。 横浜から船に乗せた馬もついていたので別当に引き入れさせた勝手道具を買う前腕を買う蚊帳を買う買いに行くのは重卒の島村である家主はまめなじいさんで来ていろいろ世話を焼いてくれる前腕を買うき、じいさんが通った何人前入りまするかのう 二人前です。下の物のはいりませんかの。僕のと下女のとで二人前です。重卒はタイで食います。別当も自分でやるのです。蚊やは自分のと下女のと別当のと見張り買った。その時もじいさんが通うた。布団はいりませんかの。毛布があります。バンジーこんな風である。 それでも五十円ほどかかった。女中を雇うというので、宿屋の辰美のおかみさんが口入れ屋のおかみさんをよこしてくれた。石田はばあさんを置きたいという注文をした。時という五十ばかりのばあさんが来た。夫婦で小学校の教員の弁当をこしらえているもので、そのばあさんの方が来てくれたのだそうだ。不思議に喋らない。 黙って台所をしてくれる二三日経った毎日雨は降ったりやんだりしている石田は雨覆いを羽織って馬で司令部に出る東京から新たに雇ってきた別当の虎吉が初めて友をすると聞こう言った「旦那馬の河童がありませんがなある」。 ええ、それは蔵だけにかぶせる小さいやつならあります。旦那の膝にかけるのがありません。そんなものはいらない。それでもお膝が濡れます。どこの旦那も持っています。膝なんざ濡れてもいい。罵装に膝掛けなんというものはない。他の人は持っておっても、俺はいらない。へへへへ、それでは乃木さんのお流儀で。俺がいらないのだ。乃木閣下のことはどうか知らん。 えその後は別当もあえて言わない石田は司令部から引きがけに師団長をはじめ上官の家に名刺を出すその頃は都督がおられたのでそれへも名刺を出す中には面会せられる方もある家へ帰ってみると部下の者が名刺を置きに来るのでいつでも23枚ずつはある商人が手土産なんぞ置いて帰ったのもある そうすると石田はすぐに島村に持たせて返しにやるそれだから島村は物をもらうのを苦に病んでいて自分のいる時に持ってきたのは大抵受け取らないある日帰ってみると島村と押し問答しているものがある相手は百姓らしい風体の男である見れば鶏の生きたのを一羽持っているその男が石田を見ると にこにこしてそばへ寄ってきてこう言った「少佐殿お見忘れになりましたかしれませんが戦地でお世話になった市長輸卒の麻生でござります。うむ軍司令部にいた麻生か。はいどうしてきた予備役になりまして帰っております。うちは代理でございます。 少佐殿におなりになってこちらへおいでだということを聞きましたのでご機嫌伺いに参りました。これはたくさん買っておりますうちの一羽でござりますがちょうど良い頃のでござりますから持って上がりました。フム立派な鳥だなそれは長髪ではあるまいな。麻生は五分狩りの頭をかいた。恐れ入ります。 ついみんなが挑発挑発と申すもんでござりますからああいうことを申しましてお叱りを受けました。それでも貴様はあれきり信ヶ人のものを取らんようになったから感心だ。まったくおかげをもちまして心得違いをいたしませんものですから凱旋いたしますまでどのくらい肩身が広かったか知れません。 大連でみんなが肺能を調べられました時も銀のかんざしが出たり女の着物が出たりして恥をかく中で私だけは大威張りでござりましたあの金州の鶏なんぞはちゃんがあほいまたお叱りを受け損のうところでござりましたシナ人が逃げた後に卵を抱いていたので主はないのだと申しますのにそんならその主のない家に持って行って置いてこいとおっしゃったのには実に驚きましたのでござります ははは俺は頑固だからなどういたしましてあれが私の一生の教訓になりましたのでござりましたもうおいとまをいたします泊まっていかんか俺のうちは戦地と同じでご馳走はないが奥様はいらっしゃりませんか妻はこないだ死んだへえそれはどうも島村が知っているが まるで戦地のような暮らしをやっているのだそれはご不自由でいらっしゃりましょうつまらないことを申し上げてお召し替えのお邪魔をいたしましたこれでおいとまをいたします麻生は鶏を島村に渡してわらじをびちゃびちゃ言わせて帰っていった石田は長架を脱いで上がる甘大いを脱いで島村に渡す島村は 雨多いと靴を持って買ってて買く。石田は西の爪の間に入って床の間の前に行って棒を底に据えてある昇降氷の上に置く軍刀を床の間に横に置くこれを初めて来た日にお時ばあさんが床の壁に立てかけて叱られたのである「立てたものは倒れることがある倒れれば塔が痛む」。 壁にも傷がつくかもしれないというのである。床の間の前には子供が手習いに使うような机が据えてある。その前に毛布が畳んで敷いてある。石田は夏衣子のままで毛布の上にあぐらをかいた。そこへ買ってからバーさんが出てきた。鳥はどうしなさりまするかの。 飯の際がな茄子にインゲン豆が煮えておりまするがそれでいい鳥は鳥は生かしておけはいばあさんは腹の中で相変わらずケチな人だと思ったこのばあさんの観察したところでは石田に二つの性質がある一つはケチである 魚は長浜の女が半台を頭の上に載せて売りに来るのであるがまだ古代を一度しか買わない野菜がうまいというのできゅうりやナスばかり食っている酒はまるで飲まない菓子は一度買ってこいと言われて名物の鶴の子を買ってきたところがまずいなぁと言いながらみんな平らげてしまってそれきり買ってこいと言わない今一つは バカだとということであものの値段がわからないいくらと言っても黙って払う人が土産を持ってくるのをいちいち返しにやる婆さんはまずこれだけの観察をしているのである婆さんが立つ時石田は湯が取ってあるかと言ったはいと言って婆さんは勝手に引っ込んだ石田は裏側の爪の間に出る。 ここには水差しとうがい茶碗と湯を取った金だらいとバケツとが置いてあるこれは初めの日から決めてあるので朝晩とも同じである石田はまず用紙を使ううがいをする湯で顔を洗う石鹸は70銭くらいの舶来品を使っているなぜそんな贅沢をするかと人が問うと石鹸は石鹸でなくてはいけない 偽物を使うくらいなら使わないと言っている。ゴブガリ頭を洗う。それから裸になって体中を丁寧に拭く。同じ金だらいで下湯を使う。足を洗う。人が汚いと言うと俺の体は清潔だと言っている。湯をバケツに捨てる。水をその後に取って手ぬぐいを洗う。水を捨てる。 手ぬぐいを絞って金だらいを拭くまた手ぬぐいを絞ってかける一日に二度ずつこれだけのことをする湯屋には行かないその代わり戦地でも宿営をしている間はこれだけのことを寄せないのである石田は住番腰下を着替えてまた夏以降来た常の日は 寝巻きに浴衣を着るる。までこのままででこのいるそれを客が来てみて乃木さんの流儀かというと乃木閣下のことは知らないというのである机の前に座る禅が出るどんなにゆっくり食っても15分より長くかかったことはない外を見れば雨がやんでいる石田は立って台所に出た。 飯を食ってるばあさんが箸を置くのを見てようではないと言いながら土間に降りる縁に出た土間には虎吉が鳥に米をまいてやってしゃがんで見ている石田も鳥を見に出たのである大きなおんどりである葬儀の羽が赤褐色で首に麹色の首巻きがあって黒い尾を長く垂れている トラ吉は人の悪そうな青黒い顔を上げて、ぎょろりとした目で主人を見てこう言った。旦那、こいつは肉が柔らかですぜ。食うのではない。へえ、買っておくのですかうむ。そんなら大家さんの物置に伏せごの空いてるのがあったから、あれを借りてきましょう。買うまでは借りてもよい。 こう言っておいて石田は今に帰って刀を釣って棒をかぶって玄関に出た。玄関には島村が磨いておいた蝶花がある。それを庭に下ろして履く。ガタガタいう音を聞きつけて婆さんが出てきた。お街灯はすぐ帰るからいらん。石田は梶町を西へまっすぐに鳥町まで出た。 「そこにこないだ名所を置いて歩いた時見ておいた鳥屋があるそこで面鳥を一羽買って伏せ子を職人に注文してもらうように頼んだ鳥は羽の色の真っ白なムクムクと太ったのを見立てて買った後から持たせておこすということである石田は代を払って帰った面鳥を持ってきた虎吉は 鳥屋屋を馬屋の方へ連れてて行って何か話し込んでいる石田はメスオスを一緒に話してオンドリがカタカタの羽を広げてメスの周りを半検場に歩いて挑むのを見ているメスはとかく逃げよう逃げようとしているのである間もなくまだ外は明るいのに鳥は不安の様子をしてきた。 そのうち台所の土間の隅に棚のあるのを見つけてそれへ飛び上がろうとするねぐらを探すのである石田は別当に鳥を寝かすようにしてやれと言って居間に入った翌日からは夜明けに鶏がなく石田は愉快だと思ったところが午後を引けて帰ってみると面取鳥が2羽になっている。 ばあさんに問えば別当が自分のお一羽一緒に買わせてもらいたいと言ったということである石田は嫌な顔をしたが咎めもしなかった23日たつうちにまた面取りが一羽増えて御取もに4羽になった今度のも別当のでどこかからもらってきたのだということであった石田はまた嫌な顔をしたが やはり別当には何とも言わなかった4羽の鶏が屋敷中をあさって歩く碓いの方のナス畑に侵入してじいさんに追われて帰ることもある面取り同士で喧嘩をするので別当が強いやつを捕まえて伏せ子に伏せておく伏せ子はもうできてきた新しいので隣から借りた分は返してしまったのであるトヤは、 別当がうすいのおじいさんに断って縁の下を仕切ってこしらえて入り口には板切れと割りだけとお互い違いに打ちつけたブサイクな子堂をはめたある日ばあさんが石田の司令部から帰るのを待ち受けてこう言った「別当さんの鳥が卵を産んだそうで旦那様があがるならあげてくれ」と言いなさりますが「いらんと言え ばあさんは驚いたような顔をして引き下がった。これからはばあさんがたびたび卵の話をする。どうも別当の面取りに限って卵を産んで旦那様のは産まないというのである。ばあさんはこの話をするたびに極めて声を小さくする。そして不思議だ不思議だという。ばあさんはこの話の裏面に別に何者かがあるのを 石田に発見してもらいたいたのであるところが石田にはどうしてもそれがわからないらしいどうもバカなのだからわからないでもしようがないそこでじれったがりながら反復して同じことを言うしかし自分の言うことが別当に聞こえるのは怖いので次第に声は小さくなるのであるそしてとうとうおしまいには石田の耳の根にすり寄ってこう言った こねえなことを言うては悪ござりまするが卵は旦那様の鳥もうまんことはござりませんどれが産んでもとうさんが自分の鳥が産んだというのでござりますがなばあさんは恐る恐るこう言って石田が怒って大声を出さねばよいがと思っていたところが石田は少しも感動しない平気な顔をしているばあさんはじれったくてたまらない 今度は別当に知れてもよいから怒ってもらいたいような気がするそしてとうとうバカにつける薬はないと諦めた石田はしばらく黙っていて極めて冷然としてこう言った「俺は卵が食いたい時には買うて食う」婆さんは歯がゆいのを我慢するというふうで何か口の内でブツブツ言いながら 勝手へ下がった7月10日は石田が小倉へ来てからの3度目の日曜日であった石田は早く起きて例の狭い間で長像を使ったこれまでは日曜日にも用事があったが今日は初めて日曜日らしく感じた寝巻きの浴衣を着たままでへこ火をぐるぐると巻いて南側の裏縁に出た 南国の空は根性色に晴れていてみかんの茂みを漏れる日がキラキラした半紋を花壇の周りの砂の上に印している馬屋には馬の手入れをする金串の音がしている折りり馬が足を踏み返るので蹄鉄が馬屋の敷板に触れてコトコトというそうすると別当がコラと言って馬を叱っている 石田は気縁の,の,の隅に新聞保護の上に裏と裏とを合わせてあげてあった朝裏を取って庭に下ろして縁から降り立った花壇の周りをブラブラ歩く庭の井戸の石畳にいつもの赤いカニのいるのを見て井戸を上からのぞくと カニはみんな隠れてしまう苔のついた鶴瓶に短い竿をつけたのが放り込んである鶴瓶と石畳との間を忙しげに水すましが走っている一本のみかんの木を東へ回ると勝手口に出るばあさんが味噌汁を煮ている別当は馬の手入れをしまってひづめに油を塗って勝手口に来た。 手には買い置けを持っている。「主人に会釈をして勝手口に置いてある麦箱の蓋を開けて麦を買い置けに入れている石田はしばらく立って見ているいくら食うかええこれで3倍ぐらいがちょうどよろしいので別当はギョロッとした目で横に主人を見て麦箱の中に放り込んである縁のかけたろくろ大工の飯鉢を取ってみせる。 石田は黙ってて背中を向けて縁側の方へ引き返した。花壇のところまで帰った頃に面取鳥が一羽けたたましい鳴き声をして足元にかけてきたそれと一緒に妙な声が聞こえたまるで靴は虫の鳴くようにやかましい女の声である」。石田が声の方角を見ると、 花壇の向こうの畑を仕切った南隣の生垣の上から顔を出している四十くらいの女がいる霜太りのかぼちゃのように黄色い顔で頭のてっぺんには油固めの小さい丸まげが乗っているこれが声の主である何か盛んにしゃべっている石田は誰に言っているかと思って自分の周りを見回したが別に誰もいない。 石田の感ずるところでは自分に言っているとは思われない。しかし自分に聞かせるために言っているらしい。日曜日で自分の家にいるのを伺っていて喋り出したかと思われる。いわば天下に故郷して傍ら石田をして聞かしめんとするのである。いうことがよくはわからない。一体この土地には限らず方言というものは 怒って悪口を言うような時最も純粋に現れるものである目上の人にものを言ったり何かすることになれば就職するから特色がなくなってしまうこの女の今喋っているのが純粋な無前語であるそこでうちのおときばあさんや家主のじいさんの話と違っておおよその意味は聞き取れるが細かいニュアンスは聞き取れない何でも 鶏が柿を越えていって畑を荒らして困るということらしいそれを主題にして堂々たるフィリピッカを発しているのである女はこんなことを言う「武前にはことわざがある南朝部とかの畑を持たないでは鶏を飼ってはならない」というのであるしかるに借家住まいをしていて鶏を飼うなんぞというのは先月もまた甚だしい。 サーベルを刺して馬に乗っているものは何をしてもよいと思うのは心得違いである。大抵こんな筋であって攻撃余力を残さない。女はこんなことも言う。ニワトリが何をしているか知らないばかりではない。雇い婆さんが勝手のものをごまかして自分のうちの暮らしを立てているのも知るまい。別当が馬の麦をごまかして金を貯めようとしているのも知るまい。 こういういは声を一層張り上げるばあさんにも別当にも聞かせようとするのである。女はこんなことも言う。借家人のすることは家主の責任である。サーベルが怖くて物が言えないようならサーベルなんぞに初めっから家を貸さないがよい。声はいよいよ高くなる。薄いのじいさんにも聞かせようとするのである。 石田は花壇の前に棒のように立ってしゃべる女の方へ間向きに向いて黙って聞いている顔には折々微笑の影が風のない日に木の葉が揺らぐように動くほかには何の表情もない軍服を着て上官の小言を聞いている時と大抵同じことではあるが少し筋肉が緩んでいるだけ違う微笑の浮かぶのを制せないだけ違う 石田はこんなことを思っている「鶏は柿をこすものと見える」「坊主が酒を半仁塔というということは世間にルフしているが鶏を三里菜というということは本を読まない者は知らない」「鶏をもらったところが食いたくもなかったので生かしておこうと思った」「生かしておけば柿もこす」 柿もこすかもしれないということまで初めに考えなかったのは用意が足りないようではあるが何をするにもそんなエヴァンチュアリティを眼中に置いてはできようがない。鶏を飼うという事実にこの女が怒るという事実が付帯してくるのは格別驚くべきわけでもない。何にしろあの柿の上に妙な首が乗っていて その首が何の遠慮もなく表情筋を伸縮させて雄弁を振るっているところは面白い東京にいた時光線の反射を利用して拓の上に載せた首が物を言うように思わせる見せ物を見たことがあったあれは見せ物師があまりプレタン賞であったのでこっちの反感を起こして面白くなかったあれよりはこちらがよほど面白い石田はこんなことを思っている。 柿の上の上女はは家ではある。しかしいかなる雄弁家も一つの論題についてしゃべりうる論士には限りがある。柿の上の女もとうとう思想が枯渇した。察するに彼は思想の枯渇を感じるとともに失望の念をなすことを禁じえなかったであろう。彼は経験上こんな雄弁を浪するたびに誰か相手になってくれる。 少なくくくも一言言らい何とか言ってくれるそうすれば水の流れが石に触れて激するように弁論に張り合いが出てくる相手も雄弁を浪することになれば気候相当たって彼の心が飽きたるであろう彼は石田のような相手には初めて出会ったであろうそしてのれんに腕押しをしたような不愉快な感じをしたであろう彼は「ええー、とも 今度来たらら、閉めてしまうからと言い放って境の生垣の影へかぼちゃに似た首を引っ込めた結末は意味のふるっているわりに声に力がなかった「旦那さん午前ができましたが」「ばあさんに呼ばれて石田は朝飯を食いに座敷へ戻った」「給仕をしながらばあさんが南浦の神さんは評判の悪者で」 誰も相手にならなならいいののだととううような意味のことを話した石田は「なるたけ鶏を伏せ子に伏せておくようにしろ」と言いつけたその時ばあさんは声を低うしてこういうことを言った「主人の買ってきた白い面取鳥が今朝は卵を抱いている」「別当も白い面取鳥の抱いているのを他のの取鳥が産んだのだとは言いにくいと見えて黙っている」 卵をたった一つ返させるのは無駄だから取ってこようかというのである石田は抱いているなら構わずに抱かせておけと言った石田は飯を済ませてから買って出てみたまだ縁の下の戸屋のできないうちに寝かしたことのある台所の土間の上の棚が藁を敷いたままになっていた白い面取りはその上に上がっている 常からむくむくした鳥であるのが羽を立てて体を膨らましていつもの2倍くらいの大きさになって首だけ動かしてあちこちを見ている茶碗を洗っていたばあさんが来て鳥の横腹をつつく鳥は声を立てる石田はばあさんの方を見ていったどうするのだ旦那さんに卵を見せてあげようと思いましてよせ見んでもいい 石田は思い出したようにばあさんにこういうことを問うた「世帯を持つ時マスを買ったはずだが別当はあれで麦をはかりはしないかというのであるばあさんは別当のマスを使ったのは見たことがないと言った石田はそうかと言ってついと部屋に帰ったそして昇降氷の蓋を開けて半節毛布に包んだ箱を出した「葉花の葉巻である」 石田は平成天狗を飲んでいてこれならどんな田舎に行軍をしても補充のできないことはないと言っているたまには上等の葉巻を飲むそして友達と雑談をする時小説家なんぞはものを知らない金剛石入りの指輪をはめた金持ちの主人公にマニラを飲ませるなと言って笑うのである石田がたまに飲む葉巻を毛布にくるんでおくのは 火薬の保存法を応用しているのである。石田はこう言っている。俺だって大将にでもなれば、タバコも毎日新しい箱を開けるのだ。今のうちは箱を開けてから一月も保存しなくてはならないのだから、工夫を要すると言っている。石田は葉巻に火をつけて、さもゆかげにひとすいすって、例の手習い机に向かった。 北向かいの表庭には猿すべりのまばらな葉越しに日がいっぱいにさして凶竹刀にはもうところどころ花が咲いている向かいのうちの糸車は今日もブーンブーンとなっている石田は床の間の隅に立てかけてある洋書の中からラ・ブルイエールの「性格」という本を抜き出して短い鋭い章を 一つ読んではじっと考えてみる。また一つ読んではじっと考えてみる。五六章も読んだかと思うと本を置いた。それから薄来の象牙紙と封筒との箱入りになっているのを出してペンで手紙を書き出した。石田はペンと鉛筆とで万事済ませて硯というものを使わない。 れにに願い届けなどがい届がば初期に頼むそれは陸軍に出てから病気引きこむゆをしたことがないというくらいだからめったにいらない人から来た手紙で返事をしなくてはならないのは頭脳の中に入れているのだからそれを出して片端から返事を書くのである東京に中学に入っている息子を母につけておいてある 第一に母にやる手紙を書いたそれから筆を置かずに二つ三つ書いたそして母の手紙だけを商工氷にしまって他の手紙は引き裂いてしまった昼になった飯を済ませてさっき手紙を書き始めるとき灰皿の上に置いた葉巻の飲み差しに火をつけて北表の園に出た 空はいつの間にか薄い灰色になっている汽車の音がする「コウモリ傘張り替え修繕は洋ガスの」と呼んで前の往来を通るものがある糸車のブーンブーンは相変わらず昆虫をなしている石田はどこか出ようかと思ったが 空模様が変わっっているるのでやめる気になった。しばらくして座敷へ入って南アフリカの大きい地図を広げてこの頃戦争が起こりそうになっているトランスバールの地理を調べているこんなふうで一日はくれた三、四日経ってからのことであるもう役所は昼引けになっている石田は 馬に定鉄を打たせにやったので、司令部から引き掛けに紫川の砂岩の狭い道を時羽橋の方へ歩いていると、戦役以来心安くしていた中野という男にあった。中野の方から声をかける。おい、今日は徒歩かいうむ、鉄を打ちにやったのだ。君はどうしたのだ僕のは海に入れにやった。そうかい。非常に喜ぶぜ。 そんなら僕もいっぺんやってみよう。別当が泳げなくちゃだめだ。泳げるようなことを言っていた。中野は石田より早く卒業した士官である。今は石田と同じ歩兵少佐で大隊長をしている。少し太りすぎている男で、性質から言えば老実家である。馬をひどく可愛がる。中野は話を続けた。 君に会ったらいつか行っておこうと思ったが、ここには大きなドブに石を並べて蓋をしたところがあるがな。あの馬車区に行く通りだろあれだ、魚町だ。あの上を馬で歩いちゃいかんぜ。馬は人間とは目方が違うからな。うん、そうかもしれない。ちっとも気がつかなかった。こんな話をして時合わしにかかった。中野が 何か思い出したという様子で、歩道を緩めてこう言った。ほう、それからもう一つ君に話しておきたいことがあった。バカなことだかな。なんだい、僕はまだ来たばかりで何にも知らないんだから、どしどし注意を与えてくれたまえ。実は僕の家の縁側からは君の家の門が見えるので、サイの奴が妙なことを発見したというのだ。 はてな。「君が毎日出勤するとあの門からばあさんが風呂敷包みを持って出ていくというのだところがおとといだったかと思うその包みが非常に大きいというので崔がひどく心配していたよそうかそう言われれば心当たりがあるいつも漬物を切らすのであの日にはナスときゅうりをたくさんにつけておけと言ったのだ」。 それじゃあ自分の家ちもたくさんつけたのだろう。ははははしかしとにかくありがとう。奥さんにもよろしく言ってくれたまえ。話しながら京町の入り口まで来たが石田は立ち止まった。僕は寄っていくところがあった。ここで出家する。そうかさよなら。石田は時合わしを渡って後へ戻った。そして室町の辰巳によって女将さんに。 下をを取り替えることを頼んだおかみさんはちんの頭をさすりながら笑ってこう言った「あんた様はばあさんがええとお言いなされたがなばあさんはいかん何かしましたかな何もしたのじゃないだいぶ偉そうだから丈夫な若いのをよこすように口入れの方へ頼んでくださいはいはいべっぴんさんをあげるように言うてやります」。 いや下女に別品は困るさようなら石田はそれから帰りがけに隣へ寄ってうすいのおじいさんに下女の若いのが来るからどうぞお前さんのところの下女を夜だけ泊まりに来させてくださいと頼んだそしてうちへ帰って黙っていた翌日口入れの神さんが来ておときあさんに話をした 年寄りに骨を折らせるのが気の毒だと旦那が言うからと言ったそうであるばあさんは存外素直に聞いて帰ることになった石田はまだ月の半ばであるのに一か月分の給料をやった夕方になって口入れのかみさんは出直してめみえの女中を連れてきた二十五六くらいの髪の薄い女で お辞儀をしながら横目で石盤の,の袖にしている水あさぎのメリンスが一寸くらい袖口から覗いている石田は翌日島村を口入れ屋へやって下女を取り替えることを言いつけさせた「今度は十六ばかりの小柄で目のクリクリしたのが来た気性もハキハキしているらしいこれが石田の気に入った」。 二三日置いてみて石田はこれに決めた「ひなこのもので春」というのだそうだ男のようなひ後言葉を使って動作も活発である肌に琥珀色の艶があって筋肉が締まっている石田は精悍なやつだと思ったしかし困ることにはいつも茶の縦縞のひとえものを着ているが 膝のところには二ところばかり継ぎが当たっている。それで給仕をする。汗臭い。着物はそれしかないのか。ありません。平気で微笑を帯びて答える。石田は三枚持っている浴衣を一枚やった。一週間ほど経った。春と一緒に泊まらせていた薄いの下女が、 暇を取って師団長のうちへ住み込んだ春の給料が自分の給料の倍だというので羨ましがって主人を取り替えたそうであるそこで碓井では代わりに入れた分の下女を泊まりに汚さないことになった石田は口入れのかみさんを呼んで子女をもう一人雇いたいと言った神さんがそんならうちの娘をよこそうと言って帰った 口入れ屋の娘が来た。年は13で「ひさ」というのである色の真っ黒な子ですこぶる不潔ですこぶる行儀が悪い翌朝5時ごろに「ぷ」という妙な音がするので石田は目を覚ました後に聞けば勝手では朝起きて戸を開けるまで提灯に火をつけることにしている提灯の柄の先に鍵がついているのを 春はいつも投げしの釘にかけていたのさんう呼んで「ヒサをに持ってい」と言ったところがひさが面倒があってちょうちんの絵で障子を突き破ってちょうちんを障子にぶら下げたということである石田は障子に穴のあるのが嫌いでいちいち自分で切り張りをしているのだからこの話を聞いて嫌な顔をした石田は口入れ屋のかみさんを呼んで「ひさを返したい」と言った。 返して代わりりを雇うつもりであった。ところがかみさんは何が悪いか聞いて直させるという何一つ悪くないことのない子である石田は窮して何にも悪くはない女中は一人でよいと言った石田は辰巳に行って第二の下女の傭兵を頼んだおかみさんはチンをいじりながら石田の話を聞いて ににやりにやりり笑っている。そしてこう言うのである「あんたさん立派なおめかけでも起きなさればええにな」「バカなことを言っちゃいかん」とにかく頼むと言いおいて石田は帰ったしかし第二の下女はなかなか来ない石田はとうとう若い下女一人を使っていることになった三四日たった 7月31日になった朝起きて顔を洗いに出ると春がひよこの帰ったのを知らせた石田は急いで顔を洗って台所へ出てみた白い面取りの羽の間から黄色いひよこの頭がのぞいているのである商人が勘定を取りに来る日なので旦那が帰ってから払うと言えと言いおいて役所へ出た。 昼になっっっててて帰みるるると待っていもものもある石田はノートブックにペンで書き留めて片端から払った晩になってから石田は勘定を当たってみた小倉に来てから初めてまとまった一か月間の費用を調べることができるのである春を読んで米はどうなっているかと問うてみるとちょうど米びつが空になってあとは明日持ってくるのだという。 そこで石田は春を買って下がらせて、後で米の量を割ってみた。陸軍で決めている一人一日精米六合というのをはるかに超過している。石田は考えた。自分はどうしても兵卒の食う半分も食わない。おときばあさんも春も兵卒ほど飯を食いそうにはない。石田はすぐにおときばあさんの風呂敷包みのことを思い出した。 そして静かにノートブックを将校合理のうちへしまった8月になって司令部の者も天でに休暇を取る師団長は家族を連れて船小屋の温泉へ立たれた石田はまとまった休暇をもらわずに確実に休むことにしている表庭の猿すべりにぽつぽつ花が咲き始める。 折りよりセミの声が向かいの家の糸車の音に混じる」「6日は日曜日で石田のところへも暑中見舞いの客がたくさん来た」「はじめ世帯を持つ時に渋紙のようなものでこしらえた座布団を3枚買った」「まだあまり使わないのに中に入れた綿が方々によって塊になっている」 客が3人までは座布団を敷かせることができるが4人落ち合うと畳んだ毛布の上に座らせられる今日なぞはとうとう毛布に乗ったお客があった客は大抵肩びらに袴を履いて薄羽織りを着てくる薄羽織りはもちろん袴というものも石田なぞは持っていないのである石田はこんな日には朝から夏以降を着て応対する。 客は大抵同じようなことを言って帰る。今年は暑さが去年より軽いようだ小倉は人気が悪くて物価が高いことに家賃をはじめ将校の階級によって値が違うのは不都合である休暇をもらってもこんな土地では日の暮らしようがない町中に見るものはない温泉場に行くにしても二日市のような近いところはつまらず遠いところは不便で困るまずこんなことである。 石田はただハアハアと返事をしている。中には少し風流がって見る人もある。庭の方を見て海が見えないのが遺憾だと言ったり、掛物を見て書画の話をしたりする。石田は床の間に軍人に賜った直後を細字に書かせたのをかけている。これを商工氷に入れてどこへでも持っていくばかりで、 他にかけものといいいうもののは持っていないのである。書画の話なんぞが出ると自分にはわからないと言って相手にならない翌日あたりから石田も役所へ出掛けに師団長旅団長師団の参謀長歩兵の連隊長それから都督と都督部参謀長との卓位に名刺を出してそれで書中見舞いを済ませた。 時効はだんだんんくくなってくるセミのお声が向かいの家の糸車の音と同じように絶え間なく聞こえる夕凪の日には日が暮れてから暑くてうちにいにくいさすがの石田も浴衣に着替えてブラブラと出かける初めのうちは小倉の町を知ろうと思ってぐるぐる回った南の方は馬車区から北方の果てまで 北方には特化体が置いいててあるるのでよく知っているそこで東の方へ船を砂の上に引き上げてある長浜の漁師村の外れまで歩く西の方へ道不振に使う石炭くずがだんだん少なくなって天然の砂の現れてくる町を西鍛冶屋町の外れまで歩くしまいには紫川の東の川口で 朝日町という遊郭の裏手になっているお台場の跡が涼むには一番いいと決めて材木の積んであるのに腰をかけて夕凪の蒸し暑い盛りを過ごすことにしたそんな時には今度東京に行ったら三本足の将棋を買ってきてここへ持ってこようなんぞと思っている帰ったひよこはオスであった至極丈夫でみるみる大きくなる 大きくくななるにつれて羽の色が黒くなる。十日ばかりで全身真っ黒になってしまったまるでカラスの子のようである石田が捕まえようとすると親鳥が鳴くので石田はやめてしまう十一日は陰籠の七夕の前日である笹はよしかと言って歩く。翌日になってみると 五色の紙にものを書いて竹の枝に結びつけたのが家ごとに建ててある小倉にはまだ貴公殿の風俗が一般に残っているのである十五六日になると竹の花立てはいりませんかなと言って売って歩く裏本が近いからである十八日が印暦の七月十三日である 猿スベりの花の上に雨が降ったりやんだりしている向かいの糸車は相変わらず鳴っているがセミの声は少し途切れる折々生垣の外を裸足の子供が「はなしばはなしば」と呼びながら走って通るしきみを売るのである雨のやんでいる間はひどく蒸し暑い石田はこの夏中で一番暑い日のように感じた 翌日もやはり雨が降ったりやんだりして蒸し暑い夕方に町に出てみるとどの家にも盆灯籠が灯してある中には二階を開け放して数十の大灯籠を天井に隙間なくかけている家がある長浜村まで出てみれば盆踊りが始まっている浜の砂の上に大きな輪を作って踊る男も女も手拭いの放かむりをして 着物の裾をはしょって帯に挟んでいる旅裸足袋はだしもあるが多くは素足である女で印番点に三尺帯を締めてもも引きを履かずにいるものもある口々にくどきというものを歌って絵とさっさと生やす良いとさの鉛であろう石田はしばらく見ていて帰ったひよこは日に増し大きくなる。 初めのうち油断なくかばっていた親鳥も大きくなるにつれてかまわなくなる石田はひよこを畳の上に持ってきて米をやるだんだん慣れて手のひらにのせた米をついばむようになるまた少し日がたって石田が役所から帰って机の前に座ると庭に遊んでいたのが走って円に上がってきてつるはしを使うような具合に 首をさじったるの方向に規則正しく振り動かして膝のそばに寄るようになる石田は毎日役所から帰りがけに家が近くなるとひよこのことを思い出すのである8月の末に師団長は当治場から帰られた初中休暇も残り少なになった 二十九日には土地の者が皆地蔵様へ参るというので石田も寺町へ行ってみた地蔵像の前に盆灯籠の破れたのを掛け並べてその真ん中に砂を山のように持ってある男も女も線香に火をつけたのを持ってきてそれを砂に立てて置いて帰る中一日置いて三十一日には また商人が賭けを取りに来る。石田が先月の通りに勘定をしてみると米がやっぱり6月と同じように多くいっている今月は風呂敷包みを持ち出す婆さんはいなかったのである石田はしばらく考えてみたがどうも春はおとき婆さんのようなことをしそうにはないそこで春を呼んで米が少し余計にいるようだがどう思うと問うてみた 春はクリクリした目で主人を見てて笑っている。彼は米の多くいるのは当たり前だと思うのである彼は多くいるわけを知っているのであるしかしそのわけを言っていいかどうかと思ってしばらく考えている石田は春に面白いことを聞いたそれは別当の虎吉が 自分の米を主人の米びつに一緒に入れておくという事実である。寅吉の給料には食料が入っている。馬漁なんぞはあまり馬を使わない司令部勤務をしているのに、常則だけの金を馬漁屋に払っているのだから、寅吉がずいぶん利益を見ているということを石田は知っている。しかし馬さえ痩せさせなければいいと思ってあなぐろうとはしない。そうしてあるのに、 寅吉が主人の米びスに米を入れておくことにして勝手に測り出して食うというに至っては石だといえども驚かざることを得ない寅吉は米びスの中へ米をいくら入れるか何遍入れるか少しもわからないのであるそうしておいて測り出す時にはいくらでも勝手に測り出すのであるだんだん春の言うのを聞いてみれば味噌も醤油も同じ方法で食っている。 うちでつける漬物も寅吉がこの大きい分は俺のナスだと言って出して食うということである寅吉は食料は食料でとって実際食うものは主人のものを食っているのであるハルは笑ってこう言った「割り木も別当さんのは店割り木でいつまでたっても減ることはない」と言った「勝手道具もそうである土間に七輪が2つ置いてある」 春の起きた時に別当が「壊れているのは旦那ので満足なのは俺の」だと言ったそのうちに壊れたのがまるで使えなくなったので春は別当と同じ七輪で物を煮る別当は「旦那のことだから貸してあげるがてめえはお辞儀をして使え」と言っているということである石田は初めて目の開いたような心持ちがしたそして別当の手腕に対して 少なからぬ敬意を表せざることを得なかった石田は鶏のことと卵のこととを知っていた知って目をしていたしかるに鶏と卵とばかりではない別島にはシステマティックメントに発展させた一種の面白い経理法があってそれを万事に適用しているのである鶏を一緒に飼って産んだ卵をみんな自分で食うのは ただこのシステムを鶏に適用したにすぎない石田はこう思って覚えず微笑んだ春がもし自分のこんな話をしたことが別当に知られては困るというのを石田はなだめて心配するには及ばないと言った石田は翌日米びつやら漬物桶やら七輪やらいろいろなものを島村に買い集めさせた そして寅吉を呼んでこれまであった道具を米びつには米の入っているまま漬物桶には漬物の入っているままでみんなやって平気な顔をしてこう言った「これまで米だのなんだのがお前のと一緒になっていたそうだがあれは俺が気がつかなかったのだ俺は新しい道具を買ったからこれまでの道具はお前にやるまだこの他にもお前のものが台所に紛れ込んでいるなら」 遠慮せずにみんな持っていていくれ。それから鶏が45はいるがあれはみんなお前にやるから食うとも売るとも勝手にするがいい。寅吉は呆れたような顔をして石田の言うことを聞いていて石田の言葉が切れると何か言いそうにした石田はそれを言わせずにこう言った「いやお前の都合はあるかもしれないが俺はそう決めたのだからお前の話を聞かなくてもよい。 石田はついと立って奥に入った虎吉は春に旦那からお暇が出たのかどうだか伺ってくれろと頼んだ石田は笑って「俺はそんなことは言わなかったと言え」と言ったその晩は二十六夜町だというので朝日町で花火が上がる石田は表側の縁に立って サルスベリの薄黒い花の上で花火の散るのを見ている。そこへ春が来てこう言った。今別島さんが鶏を縛って持って行き寄ります。ひよこはおこうかと言いますが、置けと言いましょうか。ひよこなんぞはいらんと言え。石田はやはり花火を見ていた。